じゃあお名前どうぞ。あ、一ノ瀬うるはです。オムリメットです。白雪レイロです。ウェーイウェーイ、ありがとう。何、今日何の日なの？今日、うん、そうかる。今日は何の日なの？ちょっと待って、あの何もトイレ行きたいからちょっとつなげといて、トイレ行ってきます。あ、オッケー。なんでだよ。来てすぐ本人いなくなるの、なんなん気まず、本当にいなくなったし。レイドさんは今年の目標とかあったの？いや、ちょっと待って、急に2021年を迎えた時に抱負みたいな、うん、なかったの？今日ちょうど俺実家に帰って、はい、おかんと話をしてたんだけど、あんた今年の目標うまくいってるのって聞かれて、うん、何って答えたら、あんた今年は年収1000万いくって約束したでしょって言われて、全く記憶にないんだよね、俺その話。わからん、おかんが、あんた今年は年収1000万いきなよみたいな言って、うん、まあ、レイドさん鼻ほじで、うん、あーみたいな感じで言ったのかもしれん。そうだな。それか占いでレイド君に1000万の層が見えてた。それあるな。出てたってこと？戻りました。あ、おかえりなさい。何の話してたんですか？あ、ちょっと金の話を。あ、はい、またか、うん、またか。年収1000万の層が出てたっていう。あ、そう、やったじゃん。いや、ありがとうございます。いや、別にもらったとかそういう話じゃないんですけど、ね、ありがとう。違う、お前じゃねえだろ。違うか。今日は何の日なんですか？今日は、いや、そうなんですよね、普通にあの年末で、僕明日はあのなんだっけ、お家帰ってくるの遅くて、ゆっくりこう、うん、みんなにご挨拶できないから、新年な、うん、新年迎える前に今年のご挨拶みんなにしたいねっていうとつまち。え、じゃあ挨拶してよ。そうだよ。してよ。は？挨拶してよ。俺たちが出向いとるんやないか。挨拶してよ。だからそれ終わりにし、え、もう終わる？分かった、じゃあ。いやいやいや。終わりにしてくれんのね。終わりはなんの？終わりにしてくれんのね。せっかく言ってくれたらよかった。いや、だからもうじゃあ終わる、じゃあ挨拶しようかな、新年のね。いや、じゃあじゃあじゃあ、まだまだまだ。いや、でも今年はみんなどうでした？1年。え、もう締め入ってるじゃない？違う。楽しかった。いや、それは気にしすぎなの。いつ来るか分かんないからさ。もう終わりに怯えてんだけど。え、一つだけ。心残りがあります。はい、どうぞ。え、本当にかなえさん明日遅いの？明日遅いね。何？何？うっせぇ。なんだよ、言えよ。いや、来年は4人でタルコしようよ。え、もう無理だよ。なんだよ。待って、待ってよ、早すぎる。だってもう一緒にやろうねって言ってさ、当日ね、ワイプ来たよって僕多分言ったよね。誰もやらん。音沙汰さんがった。やろうと思ったけど、エラーで入れなかった、あの時。いや、うちあれマジで寝てた。もうお前、悪びろよ、もう少しさ。いや、ほんとに寝てたんだって。だから、3人で勝つの無理だって。3人である程度やってくんないと、僕もみんなとやるの、進行度ずれすぎてさ。どうだった？メトもね、ライブ。やってたし、レイド君も個人じゃなくなったの今年でしょ？うん、全然実感ないんだよね、でも。で、一ノ瀬もね、歌ってみたのが初めて出ました。身体、あ、おお、ほんまや。そうそうそうよ。知ってるよ、僕はちゃんと。見てるから、みんなのこと。ありがとう。無事だって知ってるよ。じゃあ何？うちも知ってるよ。何言って？え、かなえさんのダークソウル3の配信で人影が来た。それ俺も見たな。限定的すぎるよ、それ。リザードに進化するやつね。今日は、1年の総括そこじゃないと思う。1年の総括そこじゃん。お、一番目立ってない。見てた照明で俺でも見てたよっていう。え、じゃあ他2人は？うちは、かなえさんが、マリオカートで、デビちゃん来たの見てた。おぉ。ポケモンでもよかったじゃん。ポケモンもポケモンちょっとコメントしちゃったから、うち、あ、まあでもいいじゃん、それ。ポケモンもルカリオ、あ、ポケモン、そう、ルカリオに名前つけてもらったのに、うん、その後に失踪してるなと思って。いや、違う、あまり触れない方がいいのかな。終わってないから、ね、そう、まだやるんで、ごめんね、気使わしちゃって。うん、分かった。レイド君は最近出たね、あのクロノアの選曲というか。それ、あの、クロノワやね。
かなえさんの配信見てないじゃん。あ、クロノアチャンネル見てくれて一番最近って言ったらでも そこじゃない。でもレイドさん、じゃあかなえさんの最後の配信見た印象教えてよ。何のどの配信最後の配信。俺バロランドで、あのなんだっけ、あのすごい闇の深いジェットを構成させ て, させてるやつ生で見てたよ、ね、あれ。え、本当に、うん、なんでコメントしてくんないの。レイドさんって配信にコメントしないよね。いや、そう、なんか冷たい人間。じゃあ今度かな、冷たいしてほしいの逆に。いや、してほしいよ。どこまで配信で言うと後に引けなくなりそうだからさ。僕だって言ったよ、4人の窓でこれやりたいって。え、言ったね。いや、そう、だってもう今出てたじゃん。それ言ったよって分かること、分かんない人出たじゃん今。あれ、ちょ、一回チャット打つわ。なんかこれをさ、うん、言っちゃうと、そう、なんかその期待値が上がっちゃって、ね、その、やりにくくなるかなと思って出したんです。それね。じゃあ来年に4人で歌ってみたら出しますって。イエーイ！ことで今、やったー！もう弾けないぞ、これ！一応す、一言も喋らん。急にそこだけ温度違うって今。いやいやいや、全然 やりますやりましょう。いや、なんか音がすごかったって。やろう。いや、もう前に今歌い出したくなってきた。踊りもつけてもいいよ、別に踊ってもつけてた。もうサービスで踊ってみればですけど。じゃあ、踊ったことないけど4人で歌出して一ノ瀬が踊るってこと。いや、そっちが踊るわ、やっぱり。じゃあタルコフやってんね、はい、年内に3人で。年内に3人でって明日しかないんだけども、うん、約束ね。じゃあこちらにこの中の会話だとどれがいいとかある。え、一応ね、さっき自分たちでね、ああ、今どれを誰が答えるか決めてきた、うん、じゃあいいよ。それちょっと順番に教えてよ。今年買っといてよかったものが目と、うん、で捨てたいけど捨てれないものがうちで。あ、びっくりした、目とちゃん買ったのかと思った。何したいことがレイドさん。あ、オッケー。え、目とはね、うん、iPad を、うん、あのベッドに固定するアーム。ちょっとかぶってるよね。今年買ってよかったもの何？なんか便利アイテムなかったの？あった。何 iPad お聞き。あ、出た、あの家にあったやつか。次一ノ瀬。じゃあ iPad せ、あ、ゴミ。お前さ、捨てれないゴミ。捨てたいけど捨てれないもんだからね。そう、捨てなくちゃいけないものじゃないよ。もう終わりだったこの人。なんでゴミ捨てれないの、捨てたいのに。寒い外。普通に来年はゴミ捨てようね。そう、来年の方がゴミを捨てる。よく言えたの、なんか決めてきたって。最後レイド君の懺悔 BGM 止めます。いや、俺余ってるの押し付けられただけで何もないのと、すごい流れ的に言いづらいんだけど、うん、タルコフの話でもうかぶっちゃった。タルコフ一緒にやろうって言ったのにできなかったなっていう話を。ああ、まあ本当ね、今年もお世話になりました。何人ともね。でも、はい、でもまだ時間あるよ。だってカナエさんの一日はカナエさんが寝るまでなんでしょ。まあでも年内は別に僕は寝るまでじゃないけど。一日はそうだけど、先には進むから。だから遅くないこの後とか、明日のね、あれとかあるし。え、いけるってこと？じゃあ。え、知らんす、3人の予定してる。何の話してんのよ。お前話。お前。話聞いてるけど、何の話してるか分かんなかった今。タルコフやろうって話。年内にタルコフできんくないみたいな。ああ、そっちの話か。